ルイ・マリー・グリニョンド・モンフォール、または、グリニョンド・モンフォールとは、著作、修道院及び、学校の創立、福音伝道士など様々な活動を行った、フランスのローマ・カトリック教会の司祭である。モンフォールは、長在司祭や宣教師として、フランス各地を徒歩で巡り、その時代に、福音伝道ではことに知られている。モンフォールは、福音伝道をするだけでなく、 時間を見つけては、たくさんの著作物を書いている。それは、カトリックの古典書となり、幾人かのローマ教皇に影響を与えた。モンフォールは特に聖母マリアへの深い数形、およびロザリオの祈りの実践で知られている。モンフォールは、聖母神学の分野でその初期に著作活動を行った一人とされている。彼の著作には、聖母の秘密や、 聖母マリアへの誠の信心があり、モンフォールの聖母マリアへの祈祷で最も著名なものが、その中に収録されている。モンフォールは、マリア宣教会、英知修道女会など、修道会の創立や、貧しい少年少女のための無料学校の設立も、手がけた。モンフォールは、ローマ教皇ピウス12世によって1947年7月20日に、劣勢された。国は、 ジャコモパリにより作成され、サンピエトロ大聖堂に設置されている。モンフォールの記事ルイ・マリー・グリニョンド・モンフォールは、フランスのモンフォール・シュルムで、ジャンバティスト・ジャンヌ・ロベール・グリニョン夫妻の18人の子供の一番上の子供として生まれた。彼の父親は、交商人である。ルイは、幼年期のほとんどをモンフォールから数キロ離れたイファンディックで過ごした。そこは、 ルイの父親が買った農地であった。ルイが12歳の時、レンヌにあるイエズス会の聖トマス・ベケット大学に入学した。レンヌでは、ルイの叔父が教区司祭をしていた。モンフォールは、レンヌの聖トマス大学で、通常のスクーリングを終えると、大学に残って哲学と論理学の勉強を始めた。地元の司祭、ジュリアン・ビーギー氏より、この司祭が、 巡回宣教師として生きた人生について聞くと、モンフォールは貧困者の中で使命を果たす気になった。そして他の司祭たちの導きにより、彼は聖母マリアに対し強い崇敬を抱き始めた。モンフォールは、ある人物の援助により、パリのサンシュルピス協会の有名なセミナーで勉強する、機会を与えられた。モンフォールは、1693年の終わり近くに、 パリに着いたが、自分の支援者から、十分な支援金を提供してもらえないことに、気づいたので、下宿生活を送った。その後2年弱、モンフォールは重病にかかり、入院生活を余儀なくされた。そして、モンフォールは入院生活と流血に耐え抜いた。モンフォールは、入院生活から解放されると、驚いたことに自分が、リトルサンシュルピスに入る手続きがなされているのに気が。 ついた。サンシュルピスを設立したジャン・ジャック・オリエは、冷静フランス学校として知られる事柄について、その指導的衝動者たちの一人だった。モンフォールは1695年にその学校に入学した。モンフォールはサンシュルピスの図書館師匠となった。このことにより、モンフォールはこの学校で、冷静特にキリスト社の障害においての聖母。 マリアの位置づけについて多くの学説や著作を使って学習する機会を得た。このようにして後にモンフォールは聖なるロザリオに焦点を当て多くの評判を呼んだ著作、ロザリオの秘密を世に出すこととなった。モンフォールはちょうどパリで進学生だった時、天使たちへの数形について知られる存在だった。モンフォールは同級生たちに 自分たちの守護天使に対して、もっと尊敬の念を持ち、敏感に接するよう訴えた。モンフォールは手紙を出す時の文末の結びで、手紙を当てた人の守護天使へ、あなたの守護天使に、意見を持ってご挨拶いたします。と書いていた。モンフォールは後に、カトリック教会の司祭となって、初めて派遣された先の何年でも、習慣的に、天使像を見たら、 数形の念を持って挨拶していた。モンフォールは初めて入った村や町でもこれを繰り返していった。モンフォールが天使に対して数形し熱心に祈る理由の一つとしてこれがモンフォールが学んだ欠かせないものであり、モンフォールの収容の一部であることが挙げられる。モンフォールが在籍した大学でイエズス会の修道士である教師たちは 天使への数形の祈りを広めようと情熱を燃やしていることで知られていた。モンフォールは在籍した、神学校のシュピルス会修同士が指導する授業で、ベリュル数奇教とオリエ数奇教の思想を学んだ。この両者は天使に対して深く数形していた。その上、授業の中で触れた17、18世紀の天使に関する祈りの手引き、文献の数は、 相当数に上るものだった。19世紀のサンシュルピス。モンフォールが若い頃、司祭になるために、ここで学んだ。モンフォールは、1700年7月に除海を受けて、司祭となり、なんとに派遣された。この時期、モンフォールの手紙には、彼が、福音伝道を行いたいと思っていたにもかかわらず、その機会がないことに不満を持っていたことが書かれている。モンフォールは、 様々な選択肢を考えていたが、たとえ忍者となっても、貧しい人々へ福音を伝道したいと思う気持ちは、増していった。1700年11月に、モンフォールは、ドミニコ会の世俗会員となり、ロザリオを広めることだけでなく、ロザリオを祈るフラタニティの形も広めることについて、許可を求めた。モンフォールは、聖母、マリアのカゴのもとに、聖母規範として目送し、 伝道する使命を持った司祭たちの小さな集団を作ることを考えていた。これは最終的にマリア宣教会の設立に結びついていった。モンフォールはポワチエの病院の専属司祭に任命され、そこで副社マリールイトリッシェに初めて会っている。この出会いは副社マリールイが34年にわたって貧しい人々を世話するきっかけとなった。モンフォールは 自分がすべきことをローマ教皇クレメンス11世に尋ねるためローマへの巡礼の旅に出発した教皇あるいは神から与えられた本当の使命について認識しておりモンフォールがフランスですべきことはたくさんあると伝えモンフォールを送り返したモンフォールはローマからの巡礼から戻るとモンサンミシェル修道院で黙想を始めたそしてモンフォールは 神のために魂に打ち勝つように恵みをもらうため、神の恵みのうちにいることを確かめるため、悪魔や罪と戦うため、大天使聖ミカエルに祈ったこの木想によって、モンフォールは考え、瞑想し、そして著作をするための機会を得た。数年の間、モンフォールは、ブルターニュからなんとまで、福音伝道を行った。伝道を繰り返すうちに、モンフォールの評判は上がり、 モンフォートから来た良い神父として知られた。ポンシャ島では何百人もの人々がモンフォールの説教に魅了され、ポンシャ島の巨大なゴルゴタの丘のモニュメントが建設された。これはモンフォールの発案による。しかしながら、モンフォールがこの場所を祝福しようとした直前、ジャンセニスムの学校の一員から影響を受けたフランス国王の命令により、 ここは破壊される運命にあるという話を司教が聞いたため司教はここを祝福することを禁じたこの知らせを聞いたモンフォールは神の祝福と単に述べたという話があるマリー・ルイ・トリシェと共にいる聖モンフォールの声ナイトを去ったルイ・マリーは数年間大変忙しい思いをしたルイは絶えず福音伝道の仕事に携わっておりいつも 徒歩で町から街へと旅した。また、ルイは、著作を書く時間も何とか見つけ、聖母マリアへの誠の信人、聖母の秘密、イタリー聖なる、ロザリオの簡単すべき秘密を書いた。また、修道院については、マリア宣教会、英知修道女会の会則を執筆、その他にも多数の賛美歌を手がけた。モンフォールが、聖母マリアへの誠の信人を執筆する。 その直前に彼はセードミニコ会の世俗会員となった。モンフォールが行った福音伝道はとても印象を強く各地で受け入れられた。特にバンデ県においてはそうだった。情熱的なモンフォールの福音伝道を奇妙だと思う人々もおり、一度は毒を盛られたこともあった。この毒盛り事件は命取りにはならなかったが、これが原因でモンフォールの健康は悪化した。 しかしながら、モンフォールは、福音選挙を続け、それを引き止めることは誰にもできなかった。モンフォールは、貧しい少年少女のための無料学校を設立する、事業も行った。ラ・ロシェルの司教は時々モンフォールに強く印象付けられ、モンフォールを招待して、ラ・ロシェルに学校を開くようにと頼んだ。モンフォールは、ポアチエで、 総合病院を開いていたマリー・ルイ・トリシェに協力を依頼した。マリー・ルイは、モンフォールの信奉者であり、モンフォールの手助けができるようにと、ポワチエで、年間、彼を待っていた。1715年に、マリー・ルイは、カトリーヌ・ブルネと共に、ポワチエを離れて、ラ・ロシシェルに学校を開いた。その学校は一時期、400名にもなった。 1715年8月22日に、マリー・ルイ・トリッシェとカトリーヌ・ブリュネに加えて、ラ・ロッシェルのマリー・バリュー・マリー・レニエラは、ラ・ロッシェルの司教から、モンフォールの指導のもとに、修道会を開く許可を受けた。この開設式典でモンフォールは、修道所たちに、英知修道所会と名乗り、子供たちの教育や、貧しい人たちの世話をするように言った。この修道所会は、 世界的な組織に成長した。そして聖パウロ大聖堂がこの会の拠点となり、そこには、モンフォールの像が設置されている。激務と病魔のためモンフォールは衰弱し、1716年4月28日に、サンローランシュルセーブルにて病気のために43歳で、逝去した。教区教会には何千人もの人々が、モンフォールの葬儀のために集まった。 ありがとうございます。